あの動画の録画ボタンを押さなきゃってこれ切っちゃったんですけども、押してね切っちゃったんですけども、はい、あの今回こちらノートパソコンを買ってきたよっていうね、あの自慢の動画になります。よかったら動画最後まで見ていただけると嬉しいです。よし開けていこうぜ、早く開けたくてワクワクしておるよ私は。もうまあじゃあ発売とか全然関係なく買ってきたしね、新発売の時に買いやと思いますよね、本当はね、本当はね。そういう時にあの新品をレビューしろよと思うけど、でね、飽きるぜ、ちょっと枕じゃないマイク。今回はね、あのドスプラさんで購入したんですけども、ドスパラがいいかっていうのは分かんない、正直いろんなところを見てないからそんなに、うん、開けます。こっちでいいかな、楽か、もうこの箱はね取っとかないとね、パソコンのね、こう多分開くんだよねこれって。いやー、ノートパソコンなんてさ、もう10年前ぐらいにデルのデスクトップを買った以来なんで。ちっさ。そう、お店で見て思ったんですけど。充電ケーブルですね。1年間本体、まあ1年間さ保証があるとは言うけどさ、大概保証外よね。あのこれこれこうでって言って、まあそれは使っててですねみたいな感じになるよね。1年間って何の保証なの？1年間使わなかった初期不良なの？文句しか言わねえな。はい、もう本体ですよね、本体です。いやー、まあ、一回ちょっとねお店で開けてもらっちゃったんですけど、開けてもらってる時にあ開けない方が良かったなってちょっと途中で思いました。初見でね、そうそうそう、今回あのお店で買ってきたんですよ。まあ実物をね見たかったんですよ、どんなものかって。やっぱこうホームページがね分かんなかったんで、別にさ1500円の買い物するわけじゃないからさと思って、実物を見に行って、で在庫がある店舗に行って実物、まあ見れなかったんだけどね実物はね、うん、まあいいや開けますよ。こちらです、私の、はい、あのアップじゃないよ。まあまあ箱からしてわかると思うけど、を買ってまいりました。これ後ろをあんまり見せない感じでいいのかな。あ、誰？いやー、内側見ますか、内側。ふふふ。そうだからね、初め、あ、なんか切って、なんか、なんか汚れて通る。なんかこれトラックパッドって言っていいのかな、これアイパアイポリじゃないけど気になっちゃうよね。いいけどね、アルコール消毒をします。使ってね、が私の相棒だよ。パソコン買ったら何すればいいの、そういえばちょっと調べますね。新しいパソコン買ったら何をする？マイナビニュースからの情報です。セキュリティソフトを一刻も早く導入しろって。はいよ。いいよ。あれね、あの iPad
iPod Pro の 12.9 インチをあの整備品で13万いくら、まあ、14万でお取りくるぐらいで購入するのは、うん、妥当な金額だなと思うんですけど、ノートパソコンを14万ぐらいで買うのはなんか高えなと思ってしまう。謎だよね。まあ、iPad Pro が私が好きだっていうのもねあるんかなと思うんですけどね。ああ、ちょっと待って、充電されてるランプがつかないけど、そういうもん。あ、ついた、ついたっぽい、ついたっぽい、ついたっぽい、見せときますか。こっちにちょっと向けときますね。逆か、こっちが本体入ったのかな。こんにちは、コルタナと申します。これから PC の設定に必要なサインインや Wi-Fi の準備などお手伝いさせていただきます。設定は音声またはキーボードを使ってできます。もし音声が必要ない場合は、ここにスピーカーがある。画面下部にあるマイクのアイコンを選択してください。なんでちょっと口調怖くなったの？補助のスクリーンリーダーが必要、同時に押してナレーターをオンにしてください。何言った？冒頭のご案内はこれくらいにして、早速始めましょう。さっきと口調違うよね。お住まいの地域は日本に設定されています。これでよろしいですか？南スーダンってどこだろう？あ、ま、行くわ、いら、え、いや、え、次にネットワークに接続しましょう。あ、ネットワークに接続すれば更新プログラムやアプリをインストールしたり、セキュリティより先にネットワークなの？見ることができます。はい、リストの一番上にあるものはいかがですか？接続しますか？いや、誰のネットワーク、何よ、急に喋るからびっくりした。私はちょっとパスワード入れますね。今接続されております。接続が完了しました。はい、めっちゃ喋るやん。聞いてないよ。今の場に OS さんは喋るんですか？重要なセットアップを実行します。ちょっとさ、口調が冷たいよね。はい、切る人いる？次は法的情報です。 Windows を使用するには同意するを選択する必要があります。拒否することはできますが、その場合は Windows を使用できません。めっちゃ脅してくるやん。なんでこれフル画面じゃないの？そういうの置いてるよね、四隅。なんか昔のパソコンの、え、ユーザー名すら覚えてねえ。ここ押しちゃうんだけど、ここにデリートを設定できるかな。私の名前はコルタナです。最大限のお手伝いができるようにユーザー情報を使用してもよろしいですか？変わったよねこれ。何？なんか11があれだね、アップルみたいな感じになってんだよだな。あといくつかの項目を設定すれば Windows をすぐにお使いいただけます。初期設定ってこれだよね。こんにちはって出てますね。今現在準備中ですと出ております。これが何、めんどくさいってこと？みんなかは知らんけど、慣れてない人は。おー、見慣れた感じの Windows ですね。ちょっと待って何やったらいいの、パソコン買ったら。いや、まあソフトは入れるんだけど、あ、何、初期設定ってどこまで？セキュリティ入れたら終わり？もう。あ、でもあとあれか、Chrome 入れたりとか？そういう話？あ、向こうのデータをこっちに入れるとかか。
へえ、アップデートをまずしようって。はい、Windows の、あー、ログインしろって言われてたわ、スマホで。ちょっと先やるかね。めんどくさいね。画面タッチしようとしちゃったよ、今。やばいわ。iPad じゃないんだから。カスタム。保存名ね。そして、書き出し方法は、ビデオに焼き付け。ビデオに焼き付け。押せばいい。OK。で、レンダー業務追加。はい、追加された。で、すべてレンダー。はい、ゲット。さあ、何分 ?1 時間さあ、何分かかりますかね。あ、残り10分。あ、10分でいけんの？大丈夫かな。ということでですね、ここまでご視聴いただきどうもありがとうございます。これからもいろいろな動画を出していきますので、よかったらチャンネル登録とね、グッドボタンの方を押していただいて、また次の動画も見に来ていただけると嬉しいです。バイバイ。